皆さんこんにちは、マモップでございます。先日日高カントリークラブの動画を上げようと思ったんですけど、あのタイガーウッズのねニュースになってしまったので、そのままになってました。今日はまた日にちが変わって JGRA プロ研修会、2021年度の初戦が行われました。日高カントリークラブでした。まあ、グリーンのスピードは10.5フィートらしいですね。そして、グリーンの硬さがコンパクションが、まあ、いくつとはなってなかったですけど、結構重たいじゃない、硬い、状況だったみたいですよ。はい、なので、まあ、ピッチマークがねつかないぐらいでした。面白い状態でしたね、セッティングとしてはね。はい、まあ、あのスコアは散々だったんですよ。ショットはねあまり良くなかったじゃないや、悪くなかったんですけど、なんかあるはずのボールがなくなったりとか、機能しろとか、まあ、パターがひどかったのが一番ですかね。はい、今回は3クソンのね、ボール、まあ、後でちょっと画像を上げ、ここに多分入れ込みたいと思うんですけど、新しく、発売された3クソンの Z スター XV と Z スターダイヤモンドかな、はい、これを、何個ずつか、2個ずつかな、計6個、その試供品というかね、お試しということで配っていただいて、それをねボールをいただいたんで、ちょっと今度ね試したいと思います。はい、正直言って、X2 でしたっけ、あのドラゴン用のやつはちょっとね僕打ったんですけど、なんかね、なんでか知らないけど、僕飛ばないんですよなんでだろう、なんかねドラゴンとかはねやられてる方でそのボールにして飛ぶとかっていう話なんですけど、なぜか私が打ったら飛ばないかったんですよね。だから今のところねブリヂストン使ってるんですけど、まあスリクソンはね松山も使ってますし、結構いいんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、ちょっと今度ね試したら動画も上げたいと思います。でまあ、先日の、ね、動画の続きというか、まあ、言えなかった部分なんですけど、日高カントリーに、まあ、行きますよっていう話をちょっとレッスンの時とかね、その他もろもろでした時に、まあ、何人かの方とかに、日高って行ったことないんですけど、どんなゴルフ場なんですかっていう風にね質問を受けたので、まあ、その、ご案内というかね、せっかくなんで日高カントリーってどんなとこなのかなっていうところでご案内したいと思います。まあ、会場はねもう どのぐらいなんだ60年ぐらいなんですかね、結構伝統のあるゴルフ場です。はい、で何だろう、どこが近いのかな、埼玉の、まあ、日高市、まあ、そのまま日高市なんですけど、圏央道の日高、これなんだ、圏央道のどこになるの、鶴ヶ島、まあ、関越の鶴ヶ島からも近いんですけど、圏央道の鶴ヶ島インターから、5分ぐらいかな、結構近いですよ。でゴルフ場を回ってると、ゴルフ場の一番遠い場所に行くと外か圏央道のね車走ってる車がちょっと見えるぐらいの場所です。で
東、西、南っていう27ホールのコースになってまして、南コースはちょっと短めなのかな、はい、で東と西を使って2年ぐらい前に日本シニアオープンを開催しています。で結構林でセパレートされてる、林間コース、僕は嫌いじゃないんですけど、林間コースで、まあ細かくポジショニングしていかないと、結構苦労するコース。だから今日は分かっているんですけど、まあ行ったところ行ったところが全部ですね、本当全部、狙えないところみたいな、次がね狙いにくいところで、アプローチも外したところがやっぱり、次が難しいところに、行ってしまっていたっていうのが今日の状況でした。そうですね。で日高カントリーはまあ、結構ね、なんていうんですかね、こう伝統があって格式が高いというか、まあ結構いいコースっていわゆるね言われるようなコースになります。2グリーンでどっちも弁当なんですけども、まあ、A グリーン B グリーンっていう風になってて、今日は B グリーンで開催だったんですけど、A グリーンも B グリーンも全体的にこう全部のホールを回ると大体同じぐらいの距離になります。一番後ろのティーからだと西東で回ると7000ヤードぐらいですかね、はい、なので結構長いホールもあるし、ショートもね230とか、今日なんかはツーアイアンとかで打つホールもあったりとかして、まあ優しくないですねコースはね。先ほど結構好きですって言ったんですけど、好きですけどいいスコアが出るかどうかっていうのは別です。まあいいスコアは出ません。僕ねこの間練習ラウンドの時は2オーバーだったんですけど、そうですね、これねもうなんか何年か連続で日高は、研修会が行われてるんですけど、77とかね76ぐらいしか出てないですね、はい。まあ、だから結構アプローチがなんかね、ここから寄らないかなっていうところから寄らないんですよね。何なんだろうな、まあ、ちょっと目があるのかなっていうふうには最終的に感じてはいるんですけど、ちょっとねやっぱり全体的に砲台グリーンで、距離もまあまああって2グリーンなんで、ちょっとミスするとバンカーがね、要は反対のグリーンのバンカーに入ったりするとやっぱりかなり難しい状況になったりとかで、ティーショットがまあまあいい当たりしても意外と、次狙えないとか狙いにくいとか、ものすごいドッグレッグではないんですけど微妙に難しいホールが続くコースです。ただ結構ねコースはすごく、まあ、古いコースなんですけど非常にこう練習にもなりますし勉強にもなりますし、技術の向上にはもってこいのコースじゃないかなと。で、大泉インターからおよそ40分ぐらいなので、で結構関越って渋滞が東松山あたりが一番渋滞するんですけど、そこまで行く前に、高速降りる形になるので意外とね渋滞もあまりなくてスムーズに行き来、都心部で行き来できるので非常に便利なところだと思います。まあ、もちろんねそんな安いコースではないんで誰かで行けるかなっていう感じではあるんですけど、でもねまあキャディ付きで歩きで1万ちょっとぐらい、食事入れて1万2000とか1万3000とかぐらいですから、まあまあ悪くないと思います。ものすごい高いわけじゃないですか。だからぜひいつもセルフでやってるっていう方もたまにはねキャディ付きでやってみるのもいいと思います、はい、キャディさんも非常にいいキャディさんが多いです。そんな日高
の日高カントリークラブの研修会は終了しました。まあそういうことです。はい、まあ以上です。皆さん、あの日高カントリー行ってみてください。マモブでした。また見てください。